んこんにちは。今日は、モーリーさんの、モーリーウェイズインの、ビデオリスポンスを作りたいと思います。チリン関西さんがタグ付けをしてくれたので、今日は、トップ5ベスト5ジャパニーズフーズ日本語で説明します。後で字幕を英語でつけますから、日本語のリスニングの練習にもなるといいなと思います。まず第5位、名古屋は味噌で有名です。普通は赤味噌、名古屋の味噌は赤味噌です。それに砂糖を加えると甘い味噌ができます。で、カトレットっていうのかな、カツにその甘い味噌をつけて食べるのが名古屋流なんですけど、すっごく美味しいです。で、家でもカツや豆腐やナス、おでん、いろんなものに味噌をつける、甘い味噌をつけます。この甘い味噌、第5位です。そして第4位、4位は肉じゃが。じゃがいも、牛肉、玉ねぎ、時々白滝またはこんにゃくを入れます。ちょっと写真は綺麗じゃないけど、これも日本の家庭料理で、とても一般的な料理です。第4位は肉じゃが。そして第3位は天ぷらそば。じゃじゃん。おそばは、ヌードルの中でもラーメン、うどん、そば、いろいろあるけど、私はそばが好きです。そして天ぷらが一緒にあると、天ぷらがカリッとして、それでそばをツルツルっと食べる、美味しいですよ、天ぷらそば。そして第2位、じゃじゃーん、もう日本のかき氷は本当に美味しい、かき氷です。抹茶とか白玉、粉で作る団子なんですけど、白玉をつけたり、きな粉、黒蜜、あんこ、もうかき氷と合うんです。第2位は日本のかき氷ね。そして第1位は、はい、ちらし寿司です。もうね、ちらし寿司は本当に美味しい。ちらしはたくさん乗ってる、エビでしょ、イクラでしょ、ウニでしょ、イカでしょっていう風にいろいろ乗ってるから、北海道で食べるちらし寿司美味しい。または家でも作ることができるけど、具がちょっとないかなっていう。で、あとお家で手巻き寿司もできる。いろんな具を買ってきて、自分でご飯、海苔、ご飯、それから刺身、くるくるくるっと巻いて、手巻き寿司もチラシのようなもんですよね。でもね、一番おいしいのは、じゃん、母がお正月に作るちらし寿司。これはね、もう10人ぐらいで食べる、もっとかな、で食べるんだけど、美味しいです。日本の食べ物第1位はちらし寿司。これはマイトップ5ジャパニーズフーズでした。見てくれてありがとうございます。またね。すいません、タグ付けを忘れちゃったので、名古屋の新しい YouTuber カズ
かずちゃん、それからけいちゃん、けいちゃんギターがすっごく上手、かわいいの、若い女の子2人と、あと私のスカルプチャーを作ってくれているなんでもまいさん、タグ付けします、お願いします。